哦，对对对对对，小的 baby。どうも皆さん、おはようございます。黒緑工房の青いムーブと、コメ玉です。週始めの朝に元気をお届け、黒緑工房のラジオ、コボラジのお時間です。メインパーソナリティは青いムーブです。よろしくお願いしまお願いす。します。パチ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 。珍しいことになりましたね。ね、こんなことってあるんですね。今もう俺言い慣れてなさすぎて、そうね。昔から聞いてくれてる人は分かると思うけど、コボラジの最初の挨拶ちょっと変わってるんよね。そうね、最近どっかのタイミングで。しれっとリニューアルされたね。そう、なんかコンセプトみたいなの喋ってるんやけど、俺このバージョン初めてかもしれん。ああ、そっかそっかそっか。ああ、口回らんかった今。口が慣れてないもんな、その動きに。なんかすごい台本読んだ感があるんですけど、勘弁してください。まあ未来に期待やな。せやな。いずれね、上手になるかもしれへん。いずれ青いムームの色に染まるかもしれへんしな。いつになるやらやけどね。ということでね、今日は2人です。飴玉です。なんと。はい、最近なんか飴玉配信じゃないわ、飴玉のコンビ露出多くないですか？どうですか？そうですね、だいぶ、表に出るこね。とが多くて。毎週水曜日のお昼12時から飴玉配信ってやってるんですけど、この間のね、金曜の夜の定期配信も2人でそうね、急遽晩酌か。2人で晩酌の世界線なんてあると思ってなかったからいや、マジで。言うて片方しか飲んでへんし な。まあまあまあね。気持ちはお酒飲んでるから。まあ、っていうことで、多分、コボラジ史上初70回目ですけど、多飴分玉の初。2人は初なんじゃないかなと思います。おい、どんなバイクや。綺麗な音してたな。カットせえへんぞ。おお。ということで、飴玉の2人についてちょっとフォーカスして喋っていこうかなという回でございます。おー、いいですね。飴はい、玉会やね、今回は。そう、黒緑工房の活動をじっくりチェックしてくれてる人は、飴玉配信ちゅうものが始まったぞというタイミングをご存知かもしれないんですけど、言うたらね、最近してくれたよとか、なんか気がついたら飴玉って2人でやってんなって思ってる人もいるかもしれないので、まあまあまあ、飴玉の2人がね、なんで今2人でやってるのかとか、まあ、生い立ち的なものとかね。青いムーブと米玉の関係性っていうの、まあ、俺たち2人でこんなことやると思ってなかったよって、ちょくちょく配信の中でも言ってるんやけど、まあ、なんでなのかみたいなところにちょっと触れていこうかなっていう回ですね。そうね、深掘りの回はい。やね、今回深は。掘りの回ですね。ちょっと飴玉の沼にはまっていただくためにも、飴玉とは何ぞやをね、ちょっとそう喋っね。ていこうじゃないかと思うわけなんですけど、まず、まあ、飴玉配信か、水曜日の12時がメインコンテンツではあるので、それがなんで始まったのかっていうところなんですけど、そうやな。なんででしたか？まあ、記憶が正しければ、へえ。なんか二人の時間で共通の空いた時間ができて、そうね。で、せっかくならなんかやるか、みたいな感じやった記憶があるかな。そんな感じだったと思います。アバウトなの。なんか、なんだっけ、もともとな、一緒の仕事をしてて、で、そうね。ちょっと間が空くことになって、はい。二人とも、ああ、じゃあ昼から空いてんな、みたいな。なんかするか言って、配信するかになった感じやな。そうね。まあ、今はさ、マイクラ配信をしてるわけなんですけど、毎週水曜日。まあ、今後また違うことやってもいいんじゃないかなっていう気持ちもありますけど、なんかやりたいことありますか？そうね。なんかこの前、それこそ、先週の定期配信か？で、晩酌やったけど、なんかああいう雑談とか、なんやほうろう、ほまあうほう。晩酌じゃないけど、昼酌？
昼から飲み、昼飲みいいね。雑談みたいなのも、なんかこう、ちょくちょく挟んでもいいのかなって気はしてんねんな、個人的に。はいはいはい。マイクラはな。個人的にウキウキですね、それは。うん、マイクラはな、もう完全に、あのね、白い引き出し建築社長のもと、ああ、そうやな、社長のもと。ネザーをせっせかせっせかと整備してますけど、いつも。毎日労働してますけど。うんうん。なんか月1ぐらいであってもいいのかなって気はしてるな。なるほどね。うん、うんうんうん。ちなみにさ、あの、アメ玉配信、毎回と言っていいほど、うん、僕らの声について、喋り方とかも含めてかな。はい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 。あの、落ち着くって言っていただけることが多くてですね。多いですね、ほんまに。嬉しいことに。で、その落ち着くのその先にあるのが、眠たくなるなんですよね。いやだからあの昼に配信しても、うん、この前の定期配信で配信しても、うん、あの眠くなると寝てしまってましたみたいな声をね、いただくことがあるんですよ。はいはいはい、あるね。うん、でもまあ、なんかラジオとしては一種ありなんかなと思ってて、うん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 、お休みラジオ的なね、寝れるほどな落ち着きが、落ち着くというか、うん、居心地がいいみたいな。でまあ、今はそうそう水曜日の12時にやってるから、うん、まあ、お昼寝のお供にしてもらってもいいんじゃないかなと。はい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 。いうところで、まあ、確かにしっかりトークしていくのもいいんじゃないかなって思いました。丸。ああ思いました、やった。うん。いやまあでもちょっとやっていきたいな、トーク配信も。うんうん、寝かしつけ配信。寝かしつけ配信。寝かしつけ配信。ちょっとずつ同説とコメントが減ってくのは配信者としてどうなんだっていうあれなんやけど、うんうん、まあ寝てるなっていう。寝てるなっていう。もう今ですらこうたまにな、あのこの時間にこの二人の声はちょっとやばいかもみたいな。そう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 、寝るかもみたいなのもな、この前のちょっとまずいかもみたいな、うん、晩酌雑談の時にあったような気もするけど、うん、まあそれでこそ、ね、うん、なんか雑談もそうやけど、こうなんていうの、はいはいはい、短い朗読配信とか。ああ、なるほどね。寝かしつけに行く。寝かしつけ配信ね。うん。ある日、おじいさんとおばあさんは、川へ違うな、間違えてんな。いやいや、一緒に行くなって。話進まんや。いや、まあ、川洗濯行ってたら話進むか。川に行ければ話は進むかも。森へ行ったら話進まへんかもな。うん、山に芝刈りに行って二人とも行っちゃったら桃スルーして海に漂流していく話になっちゃうからね。バッドエンドか。でそのまま鬼ヶ島にたどり着いた桃は鬼に割られて鬼の手下として、はい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 、あの人間界を蹂躙していくっていう、あイフの世界線ね。そうそう、アナザーストーリーありますから。うわちょっと気になるなそれ。ちょっと見てみたいな。うん、ちゃんと川行ってもらわんと。うん、いやでもそれにしては心配やな、俺らが読み聞かせは。多分あの途中でコントになるとは思うけど。大喜利とかやり始めてな。うん、っていうのも含めてちょっとおもろそうやなって気はしてるな今。なるほどね。まあ喋ってく系配信は僕らおしゃべりですから、うん、いいんじゃないかなと。うん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 、確かにね。かな、まあ雑談はありかなと思ったけど、葵はなんかそれ以外で、うん、俺はね、うん、やっぱゲームやりたいんすよね。あーはい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 。で今これマイブームなんですけど、うん、はいはい、あの僕のヒーローアカデミアウルトラランブルっていうゲームがね、はいはいはい、2週間ぐらい前かなにあのリリースされて出たね。うん、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、うんうん、まああのヒロアカが超好きなので僕は。そうね、もう屈指よな、もう。いやもうマジであの連載がジャンプ本誌で連載が始まった1話から読んでたんで、うん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 、でかつそのヒロアカの先生作者さんの前の作品からファンなんで、あのしっかりとあのファンを名乗らせてもらえるかなと思うんですけど、うんうんうん、そのゲームが出たと。出たね。でね、あの配信とかではやってないんやけど、その、うんうんうん、どういうもんかわからへんかったからっていうのもあって、うんうんうん、でもあれからちょくちょく実はやってて裏でね、うんうん、実はね、おもろいんすよ。ただ、まあ、簡単にゲームの説明、はいはいはい、ゲームの説明っていうかゲームシステム的な話をすると、うんうんうん、
FPS 要素ありで、ほう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 、 Apex みたいな、バトロワやね、はいはいはい、フィールドに降り立ってアイテム回収物資集めて戦って勝ち残る一組は誰だみたいな感じの勝負をするんやけど、だからバトロワ で FPS みたいに狙い定めながら撃つ遠距離の攻撃もあるし、うんうんうん、かと思えば近距離戦もあって Apex と違うのは、まあ、Apex はパンチあるけど言ったら振りかぶってパンチだけやんか、まああれ義務パンチやからな義務パンチねそうじゃなくて結構コンボとかあってスマブラみたいな格ゲーみたいな戦い方もあるのよ、はい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 、どっちもあんのね、キャラによって得意不得意とかがあるから、あのキャラコンゲープラス FPS っていうあの俺の苦手ゲームを集約したゲームシステムになっててそうやな、アクション苦手やもんな、そう俺裏でめっちゃ弱いねんか好きでやってるけどめっちゃ弱いのすぐ負けちゃうからはいはいはい、はい、ずっと感染してるみたいな、うん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 、でなんか数試合でもういいかなってやめちゃうんやけど、うん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 、でまあ大体なそうなったら、あ俺向いてないわとかで今まで FPS とか通ってこなかったこの青いムーブが、ほう、あのちょっと日を明けたらポチってつけちゃうのよ、うんうん、時間があったら、あなるほどね、ちょっとやってみるかみたいな、はいはいはい、なんかリベンジしてんのね体を求めてるんや、そうヒロアカを求めてしまってて、へえ、いやこれめちゃめちゃ珍しいことなので僕もハマってんねしっかり、はい、ゲーム史上、うん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 、苦手やなと思ったらやらへんことが多いんやけど、うん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 、FPS もね数々の VTuber 友達やファミリーのお誘いをあのはははと笑って受け流しやってきてなかったんやけど、うん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 、いやヒロアカちょっとおもろいなってなっちゃってて、うんうんうん、ね、これをね、まあまあまあキャラコン &FPS といえば米玉の出番かなって俺は思ってるんですけど、なるほどね、いやちょっと、まあ、3人1組やからもう1人はってなるんやけどね、まあ、一旦米玉を仲間に引き入れて、はいはいはい、ソロでやってすぐ負けてやめたっていうこのサイクルから抜け出そうかなっていうのを目論んでおります今なるほどね、飴玉を活用してね、うん、そうそうそう、はい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 、飴玉っていう名目で俺がダダハマりしてるゲームに米玉を引き入れようかなっていう策略だけ立ててるんやけど、うん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 、まあ、で現にね、うんうん、あのこれコボラジ収録する前に米玉に、まあ、米玉がねそもそもヒロアカ知らんねんな、そうやねんな、ヒロアカを全く通ってきてないっていう多分珍しい人間なんかな、でこれまででそのヒロアカで持ってる知識って何やったん、これ知ってるみたいな、一旦、うんうんうん、私が来たっていうセリフ、はい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 、と、うん、あとデク君が主人公っていうことぐらい、あーあのね緑がねで、あ、そうで、なんかポツポツ見たことはあるなぐらいの子がいるって感じ、あーなるほど、見た目でこのキャラ知ってるなみたいな、うん、まあなんか街中でな、はい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 、ガチャガチャとかねいろいろ見ますからね、うん、ただなんかその、うん、見たことあるなっていう子たちがなんかどういう性格で、うん、どういう立ち位置の人で、あ、どういう関係性がある人なんかとかは全然分からへんし、なるほどね、現にオールマイトも私が来たって言いに来る人だと思ったからいや来ただけの人来て超強いみたいな、うん、あそういうことね、ほんまにそれぐらいのイメージ、はいはい、あもう無双するっていうことぐらいは知ってるみたいな、そうオールマイトさんが来たらもう勝ち確かなみたいな、はいはいはい、ポジションの人かなっていうぐらいの認識だったかな、確かに、ね、間違った知識は入ってないかなと思うんですけど、はい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 、すごいほんまに存在は知ってるみたいな感じやな、じゃあそう漫画もアニメも一番見たことないから、マジで知らんって感じ、そしてその米玉にですね、はい、今日このコボラジを撮る前に、うん、ヒロアカのアニメの1から4話まで見せました、はい、実は、はい、ついに足を踏み入れることになりまして、ちょっとね、そうあの足先だけつけさせた沼に、なあそうほんまに今日もともと見よっかとかって話も一切なく、うん、一切なくね、そうなんか
白い引き出しからエピをやるぞという招集がかかったと思ったら、うん、2,3 戦した後にいい、ね、うん、そう、いっそなんか流れでね白赤見ちゃう言うて一回しちょっとねみたいな、そのゲームの話もしつつ、うんうんうん、なんかお米がヒロアカを知ったら絶対にハマるのは分かってるから、うん、そうね、コナン君を経て、うん、そう、もうコナンのね、あの登場人物同士の友情とかでさ熱いなって言えるわけやんか、うん、ヒロアカが熱くないわけがないっていうのでいやハマるなっていう確信はあったんやけど、はいはい、これゲームの熱が冷める前に、うん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 、米玉を引き込むためにはうん、ちょっとつけさせるかそろそろっていうあの浅漬けが始まりましたね、うん、じっくり寝かせるのは肩まで浸からせるのはもうちょっと先かなと、まあ時間はかかるかなと思うんですけど、うんうんうん、一旦ねここが沼ですよっていう、うんうんうん、沼の温度これぐらいですよっていうのを足先で確認させるぐらいまでのところはやりましたね。そうね、うん、結果が1から1話までから4話までか、1から4話、 う、ね、うん、まあ一旦2話までで、うん、あのハマるなと思ってたんやけど、うん、まあちょっとこの熱が熱いうちにちょっと4話ぐらいまで見て、うんうんうん、こっからいやおもろくなりそうやなっていうところで止めた、うん、あのあえて止められた、うんうん、今待ての状態やからな、うん、そういやでもな、うん、面白かったわめちゃくちゃ。ですよね。うん。泣いてたもん。そうなんですよ。泣いてた。うん。で、うん、後ろで見てた白出しも泣いてたもんな。うん。ズビズビ言ってたもんな。うん。涙もろいから。白赤はね、漫画もすごい画力高くて、こう、うん、グッてくるものが多いんやけど、うんうんうん、アニメになるとやっぱ動きとさ、声と曲とでさ、演出がまた違うからさ、うんうん。アニメおすすめなんですよ。表情が細かいな、めちゃくちゃ。うん、うん、そうね、なんか心の機微とかちゃんと細かく書かれてるんでおすすめです、うん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 、とてもね、ちゃんとなんか人間ドラマがあるなってめちゃくちゃ思ったな、そうね、うんうんうん、なんかほんまに表情一つもそうやし、あ、この人がこの人はこの人にこういう感情を持ってるなみたいなとか、あ、そうやな、意外と人間臭いんやこの人みたいな、はいはいはい、はい、とかね、いや、いいですね、ハマってきてます ね、 すね、はい、はい、っていうのを、まあ、あのジャブを打ちつつ浅漬けにしつつ、まあ、お米といずれねヒロアカのゲームで配信するのもありかなと企んでいます。いいね、俺次第やな、はい、いやそうやな、俺がどんだけいやそうだ追い上げるか、うん、やな、言うてね、あのコナン1から1000話を、まあ、かいつまんでるとはいえ、うん、1000話分見れてる人なんで、まあね、あのシーズン6ぐらい多分へっちゃらやと思うよ。うん、間違いない、コナンはシーズン26やから、うん、そやな、4倍以上あるから、映画も入れましたから、映画もね間に何本も見て、うん、ってなったら多分かける時間は多分サクッと、まあ、あの頃に比べれば4ヶ月かけて見てたわけやからそやだコナンはな狂ってんな、うん、ね、時間さえあれば多分1ヶ月もかからずに見切れるんじゃないかなと思うから、うんうん、はい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 、ちょっとこのペースで米玉をはめてちょっとゲームの配信も ねやりたいなと思ってますね。もともとはな来年にあるやっけ映画ヒロアカの、あ、そうそうそう、2024年かな、それに、うん、それに備えてコナン界からヒロアカ界にシフトしようかって話だったんやな、もともと。そう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 、やったんやけどちょっとゲームが来てしまったから ね出ちゃったからな、うん、これはスケジュール変更かもしれないですねそう、米玉だいたいあの普段あの2個ぐらいあの同時並行でなんか見てるから、ね、そうやな、うん、ドラマとかも行くからな、そうそうそう、あのビバンおもろいよって言ったり、そうミステリーという流れを見返して映画見に行くぞ言うたりね、そうなんやかんやはめようとしてますけど、そうヒロアカがちょっとグッと前に来たっていうことで覚悟してもらって、はい、ちょっとね、はい、いやこれからが楽しみではあるな、よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします、お世話になります、はい、よろしくお願いします、はい、任せてくださいまあ、てな感じで飴玉配信もね今後いろいろやっていきたいなっていう感じなんですけど、うんうんうん、これ聞いてくれてる人ぜひね、あの飴玉2人にやってほしいなっていうことがあればコメントで教えてくださると
嬉しいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うんうん、ほんでね、まあ、今日はちょっといろいろとねあって、まあ、飴玉の2人でコボラジをお届けしたわけなんですけど、うんうん、お便り実はもらってて。あ、そうね、1通もらってますね、うん、今また来週4人揃ったタイミングでお便りはしっかりと読みますので、はい、引き続きお便りの方も、マシュマロですね、概要欄にあるマシュマロのリンクから送ってくれると嬉しいです。はい、何でもお待ちしてます。はい、はい、ということで、まあレアな飴玉コボラジでしたけど、うん、なんかあれやな、昼にやっても夜にやっても眠いって言われるけどさ、うん、あの朝8時に投稿されたこのあれを聞きながらいや眠たいなって思ってる人もいるかもしれへんのかね。まあそうやな、あの眠か、なんか 眠いか眠くないかまたコメントで教えてもらえたら嬉しいかな。うん、眠たかったですっていう人はぜひコメントに書き残してくれると、うん、はい、なんか参考になります、何かしらのそうやな、落ち着いて眠くなりましたとかな、あの、うん、朝はまだ元気やったからいけましたよとか、ね、爽やかに聞けましたとかね、うんうんうん、はい、ぜひちょっとそういうコメントもお待ちしております。はい、はい、お待ちしてます。ということで、そろそろおつみろの、そろそろおつみどろのお時間となりました。はい、はい、先ほど、お伝えしたお便りとかね、コメントぜひよろしくお願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、お願いします。では来週の月曜日にまたお会いしましょう。本日のお相手は葵ムーブとコメ玉でした。せーの、おつみどろー。